こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、ロサンゼルス港の今、インフレの現況は、という話です。本日ね、非常にいい天気だったので、お孫ちゃんサッカーのね、観戦ということで、またはいつものように、パルスバーですから見える、カリフォルニア湾ですね、太平洋の方を見ながら運転をしております。で、前々からね、何回もお伝えしているように、この、海にコンテナ船がね、たくさん停泊しているっていうのをね、お伝えしてきたかと思うんですけれども、やはりね、今もコンテナ船はね、結構たくさん、置かれているような感じがしますね。この光景っていうのはやっぱり今年、去年は確かに船がね、移動してるのは見たことありますけれどもね、停泊っていうのはやっぱり今年初めてのような気がしますね。そんなことで、試合観戦が終わりましたのでね、今日はね、そのロサンゼルス港の方をね、ちょっと回って帰ってみようということでね、今車の方を走らせております。目の前に見えるのがそのカリフォルニア湾、島が見えているのは、これは、MacOS で使われている、島ですね。そこはね、ちょうど間なんですけれども、そこに、結構な船が、止まっている、コンテナ船ですね。コンテナ船が止まっていて、でこの場所っていうのはね、クジラがね、ここをね、これから12月から4月ぐらいまでの間、クジラが北の方から来て、メキシコのバハカリフォルニアまで行って、それからまた戻るっていうことでね、これからね、クジラをここで見るっていうポイントね、人がいっぱい来るところなんですけれども、なんかね、そういうのも考えるとね、ちょっとなんか心配になっちゃいますよね。船が停泊してて、クジラちょっと来なくなっちゃうんじゃないかな、なんてそんな心配もありました。さて、こちらはね、トランプさんの所有するゴルフカントリークラブですか。素晴らしいところにあるんですけどね。さてさてね、これはロサンゼルスタイムズの記事なんですが、今ね、かなりの数が、停泊して問題になってますよっていうことのようですね。ロサンゼルスタイム以外のちょっと情報も調べようということでね、他の情報もちょっと見たんですけれども、このね、ホームページによると、やっぱりね、60席ぐらい、70席ぐらいですかね、今ここに停泊中で荷物が下ろせない、コンテナから荷物が下ろせない状況になっているということのようなんですね。で、当然ね、サプライチェーン、ここで、東南アジアで作ったものを、アメリカで売るということがほとんどだろうと思うんで、これがね、結局コンテナの輸送費が2倍ぐらいに跳ね上がっていると、当然そういうことになると、物の値段がね、当然上がっていくということで、これがね、インフレにつながっているんじゃないかっていうふうに言われています。で、これからね、ホリデーシーズンに近づくと、とにかくたくさんのものを、売るために、ここから荷下ろしをしなくちゃいけないというところでね、それができていないと、当然ね、バイデン政権もこれに対して罰金をね、課して、とにかく、滞りなく、荷物が下ろせるようにということは、何か指導し始めている状況にあるようですね。さてですね、これ Google Earth ですけれども、非常にね、近くなんです。我々住んでるすぐ南側の、太平洋側ということになるんですが、ここね、場所はサンペドロという町になります。で、そこにありますね、カブリロビーチというところ、ここまで行けばね、ロサンゼルス港が、よく見える場所だろうということでね、今回こちらに車を走らせてきました。あんまりね、インフレってよろしくない話なんですがね、そういう理由だったとかのかなと思うとね、やはりちょっとこの、渋滞ですよね。コンテナ船の渋滞はね、早いところ、
解消してほしいなというふうに思います。さてこちらはね、先ほど言ったカブリロビーチになります。まあこれどちらかというとね、人工の多分ビーチだと思うんですけどね、正面はね、これは防波堤より内側で、まあ波はあんまりなく家族連れにはちょうどいいのかなと。小さいお子さんをお持ちの方はね、ここはちょうどいいのかな。ここからね、右側になりますと、これ太平洋なんだね、結構波が荒いと。そしてね、サーファーの方はそっちの方がいいのかなというふうなね、ちょうどそんな場所になります。でまあ土曜日朝早かったもんですからね、まだね来てる人ほんと数人という形でね、このビーチ今ねちょっと撮影しに来てるんですが、なんだかねここ日本語聞こえるんですよ。なんか日本人の方が 何人かいたみたいですね。まあね、そんなね、場所的にはいいビーチではあるんですが、まあ、正直ねサンペドロのこの港の近い方っていうのはあんまりいい場所ではないですよね。あんまりね我々来ないところなんですよ。実は初めて来たんですよ。18年もここにいながらね、来たことはなかったです。っていうのはね、やっぱりねあんまり場所が良くないので行っちゃいけない場所ということでね、まあ来なかったんですが、まあ、18年も経ってね、まあ、当然ね治安も改善したんじゃないかということで、今ねこの、右側が太平洋で、左側ですね、こちらがね入江の中ということでね、今この先端行けるところまでね、行って、そこでまあコンテナ船がねどのぐらい滞っているのが見えるんじゃないかということでね、ちょうどここをね走らせております。まあ、天気もよくね、温度はそれほど上がってはいないんで、水はね多分冷たいんじゃないかなと思うんですけどね。さてね、これ見ていただくと途中からもう全然車がなくてですね、もうまあ当然夏は終わってますのでね、あんまりビーチに来る人もいないんじゃないかなと思うんですが、そしてねこの大体先端の方に近くに行くとまたね車がね増えてきました。このね車は何をしているのかなと思いきや、これ釣りですね。この先のね、バーテンの位置を先まで行けるようになっていて、そこでね釣りができるようになっていますね。そんなねわけでね、結構ここ一番のどん詰まりのところは、まあ、おそらく釣りの客の車ではないかなというふうに思います。ここからね船が見えるのかなと思ったんですがね、実際見てみるとそんなに滞っているって感じではないですね、近く見ね。ただね丘の上から見るとねすごい数見えるんですよ。だからやっぱりね、50隻60隻ここでねやはり今荷物が下ろせない状況なのかななんていうふうにちょっと思いますね。それでねここでねちょっと車を止めまして、この先にねその釣りのできる、まあ、桟橋ではないのかな、そういったところがあるのでちょっとねそこまでね歩いて行ってみようということでね、今ね車を止めて、そしてねちょっと歩いていくことにします。ここが桟橋なんですよね。なんかね下で人がわー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 言ってて何をしてるのかなと思って見たらね、これ多分ライフガードの人の研修だったみたいですね。でこの入江の中をね、皆さんね、まあ、研修のために泳いでらっしゃるんですがね、正直ね綺麗じゃないですねここね。うわあんまりね水は綺麗じゃないんです。どうしても、ね、やっぱり港ってそんなに綺麗なお水にはならないんじゃないかなと。で我々行ってるいつもねレドンドビーチの方もねすごく水も澄んでいて中も見えるところも全然濁っててね全然よく分かりません。で、まあ、ここの場所は、まあ、釣りをする人たちで、まあ、いっぱいですよね。あいっぱいでもないか、まあ、その先ね行かなかったんですがね、そのもっと先の方ではね釣りの客がいっぱいいたんじゃないかななんて思います。さてね実際にどのぐらい船が
停泊中なのかということで、これね映してみたらなかなか映像では難しいんですがね、やっぱりそこそこね停泊中で、まあこれはね入り江の中なんでそんなに停泊したらダメなのかなと思うんですけどね、この入り江の外はねやっぱりね結構な数がまだね浮いてるようですよね。ですからねあんまりよろしくないのかなっていう感じがします。そんな感じでねこのサンペドロという町ねから、まあ、これから帰るということでね、110フリーウェイを使ってねすぐ、帰ることにいたしました。まあね結局失業保険がね出ると日本と違って本当にずっと出るんですよ。なもんだからね今ね若い人たち失業保険、もらって仕事をしてない人たちが多いっていうんですよね。でまたねちょこっと仕事をしてまたすぐ辞めるとねまたすぐ失業保険出て、まあ例えば、月に2000ドルぐらい収入ある人もね失業保険もらうと1500ドルぐらいもらえるらしいんですよ。だったら遊んじゃおうかなっていうような若者が多いんじゃないかなと私は思うんですけどね。だからインフレの元凶っていうのもねやっぱりそんなもんも影響してるんじゃないかなというふうに思いました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。